オッツキーン。それは人とモンスターが争う混沌とした世界。長い長い間、白銀の邪神竜ディアボロスが全てのモンスターを束ね、人々を恐怖に陥れていた。だが今から14年前、そのディアボロスはわずか7歳の勇者ザードに倒され、以来世界は安定したかに見えた。しかし4年前、再びモンスターたちは凶暴化し、人々を襲い始めた。それは邪神竜が復活したためだと言われた。17歳になったザードは再びディアボロスのもとへと旅立った。幼くして勇者と崇められし若者ザード、しかし彼は二度と帰ってくることはなかった。薬草もたくさん集めてきてくれたんだ。ジェンド、傷どう？まだ痛い？余計なこと。そんな言い方することないじゃないの。そうだぞジェンド、イザヨイはお前のこと本当に心配して。それが余計だって言うんだ。そんな花なんか捨ててしまえって言っただろイザヨイ。スリサズスリラズティワズティワズペトール。
スリサズスリラズティワズティワズベトール。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 スリサズスリラズ。おお、バドゥーガ様、その偉大なお姿を早く私の前に。なんだこれは。お空が真っ暗。強大な魔力を感じるわ。きっとあの魔女の仕業、魔竜バドゥーガが復活し始めているんだわ。封印が解かれようとしている。神よ、王国を、フレアを守りたまえ。なっちゃん、どこ、ウルソウ、アンスーズ、ケナズ、ケナズ。わかったわ。場所は南断島の方角。急がなければ。フレア、どこ行くの？バドゥーガの復活を止めに行くのよ。私、お父様と約束したの。王国に何かあった時は、お父様に代わって、私が国の人たちを守るって。フレア、僕も行く。一緒に連れてって。ダメよ。危険だわ。俺も連れて行ってくれないかな。フレア、え、ここまで一緒に来たんだ。最後まで付き合うよ。カイさん、何バカなこと言ってんだカイ。ディアブロスの情報がなかったのに、なんでそいつにこれ以上付き合う必要があるんだ。バドゥーガが復活して暴れ出せば、王国の人たちが危険にさらされるんだぞ。それでもディアブロスの方が大事か。当然だろ。何、ほらグズグズすんな。さっさと次の町へ行くぞ。冷たいやつだな、お前。冷たい？カイ、貴様その女を助けたいだけなんじゃないのか。なんだと？とにかく、私はこれ以上無駄なことに関わるのはごめんだ。貴様らがその女と一緒に行くと言うんなら、私一人でディアボロスの情報を探しに行く。待って、ジェンド。なんだ？ジェンドも一緒に行こうよ。みんなでバドゥーガさんにお願いすれば、きっといけないことするのやめてくれるよ。バドゥーガにお願いだと？うん。このお花さんだって僕のお願い聞いてくれたよ。ね。バカお前は。お花さん、ジェンドを助けてくれたお花さんが。イザヨイ君。ジェンド、いくらなんでもやりすぎだぞ。うるさい。たかが花のことでギャーギャー騒ぎやがって。貴様らもバカじゃないのか。その花にどれだけイザヨイの心がこもっているかわからないお前の方がよっぽどどうかしてる。こんなところでグズグズしてられるか。勝手にしろ。もうすぐだわ。忌まわしい剣、まだ王家の力が働いておるのか。あの娘は。嫌な空気だな。ええ、邪悪な気配がだんだん漂ってきているわ。でも本当にいいの？ジェンドさんと別々になったままで。ああ、あんな奴ほっとけばいいんだ。どうしたの、イザヨイ君？ジェンド大丈夫かな。一人で怖くないかな。寂しくないかな。イザヨイ。ったく、バドゥーガが何だってんだ。バカども、私は知らんぞ。知らんと言ったら知らんぞ。久々の獲物としては申し分ない。貴様、泉に住むモンスターか。復活され始めたバドゥーガ様のおかげで蘇ることができたのだ。さあ、お前の魂を食わせろ。
私には聞けない。バドゥーガはこの中か。バドゥーガさん、お話できたよ。待って、イザヨワ。この扉は魔力で封じられているの。おさらおさら、エルハズケナス。おさらおさら、エルハズケナス。さあ、行きましょう。やっと見つけたぞ。あの中に強大な魔力を持つ魔女がいるのか。はい。そやつはその力で王国の、いや世界の王にさせてくれると言ったのだな。さようでございます、ナバロ。はい。お前今度は私を裏切ることはないだろうな。滅相もございません。まあいい、さあ案内いたせ、その魔女のところへ。苦しめ、苦しめ、このままお前を切ってやるぞ。そうか。バドゥーガさん、僕のお話聞いてくれるかな。 あそこだ。バドゥーガ、よく来てくれたな、フレア王女。えい、待っていたのだ、王家の血を引くお前よな。さあ、あの聖剣を引き抜いてバドゥーガ様を復活させるのだ。そんなことは私がやると思って。嫌でもやってもらうさ。邪魔なアミュレットめ。私がその剣を抜いてやろう。おじさま。おお、あれがバドゥーガか。こいつを復活させれば世界が我が手。おい魔女よ、この私と取引せぬか。取引だ。そうだ、私は王家の血を引いている。私ならその剣を抜き取ることができるのだ。はあ。その代わり、バドゥーガが復活した暁にはそなたのその力を私に与えてもらう。どうだ、手を組まぬか。よし、わかった、お前に任せよう。やめろ。やめて、おじさま、お願い。うるさい。王女のアミュレットを奪うのじゃ。二人とも俺から離れるなよ。水の中じゃ。これでもう邪魔するものは何もなくなったな。これで安心してバドゥーガ様に復活していただける。さあ、その剣を抜くのだ。おじさま、やめて。これで世界は私のものだ。おふみ。ご主人様、バルーガ様はあの中だ。
ぞ。ザ・バドゥーガよ、私にその偉大な力を与えよ。お久しぶりです、バドゥーガ様。ささやかですが、ご復活の祝いに王家の血筋のものを生贄としてご用意してあります。どうぞお受け取りください。おじさま、なんということお前たちもバドゥーガ様の生贄になるがよい。ご主人様、バドゥーガ様、私に何か手伝わせてください。何でもいたしますから。な、なっちゃん、これ、よくもなっちゃん、許さない。あ、闇の王様だ。水、柱、誰栄光高しい真似を食らえ。覚まして、お願い、なっちゃん、なっちゃん、今じゃ。バドゥーガ様、さあ王家の娘を生贄に。アミレットよ、私に力を。な小娘が。フレア、大丈夫か。僕、バドゥーガさんにもうこんなことしないでって頼んでくる。やめろ、いざよい。バドゥーガさん、こんなことしちゃいけないよ。喧嘩はやめて、みんなと仲良くしようね。いざよい。いざよいくん。いざよい。話をするって飛び出していって。バカか、今のイザヨイは許せん。待てジェンド、バドゥーガは簡単に倒せる相手じゃない。じゃあどうすればいいんだ。イザヨイはこんな目に遭わされて。そうだわ、あの剣、バドゥーガを封印していたあの剣を使えば倒せるはずだわ。よし、俺があいつを引きつけておく。ジェンドはその間に奴の急所にとどめをさせ。急所、奴の体のどこかにあるはずだ。それを見つけるんだ、ジェンド。ちょ、勝手なことばっかり言いやがって。我は聖騎士会、神の恩寵と徳において戦う。今だ、ジェンド。そうはさせるか。早く外に出よう。ここは危険だ。なっちゃん、私のことわかるの？は？何
行ってらっしゃるんですか、エスト様。よかった。それよりダークエルフの追跡は？今はいいの、ナッチをそばいてくれればそれでいいの。は？イザヨイ、イザヨイ、しっかりしろ。なんで目を覚まさないんだ。バドゥーガの強大な魔力を受けたせいよ。マリコがイザヨイ君の体をどんどん弱らせていってるんだわ。クソ、このままではイザヨイ君の命は。どうすればいいんだ。私がやってみるわ。私の魔法力でバドゥーガの魔力が解けるかどうかわからないけれど。頼む、フレア。アンスーズ・ラグズ・ウルガフ・オサラ・ダガス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 。を助けてくれ。頼む。泣きそうなんだ。フレア、いや、この王国を救ってくれて本当にありがとう。心からお礼を申し上げる。いえ、当然のことしたまでです。なあ、ジェンド。本当にあなたたちのおかげよ。ありがとう。イザヨイ君、カイさん、ジェンドさん。いや、よかったね、フレア。ああ、平和じゃの。しかし、もうわしはあそこには戻れんのか。いつまでもこうしていても仕方ない。さてと、旅にでも出るとするか。また他の国で野心家の大臣でも手玉に取ってやるわい。なんだいきなり。僕たちのところに戻ってきてくれたでしょ。だからいつもはなんだかんだ言ってるくせに、結局はイザヨイのことが心配なんだよな、ジェンドは。これからもずっと一緒に旅をしようね、ジェンド。言っておくか、私にお前たちと旅をするつもりはさらさらないんだ。お前らが勝手についてくるだけだろ。待って、ジェンド。はに手振ってるんだ。おい、何やってんだ。置いてくぞ。ジェンド、待って。おい、待てよ、ジェンド。ごめんね、ジェンド。本当に置いてくからな。まあ、そう言わずに。大体貴様がThank you.
OVA 終わっちゃったね。安心しろイザヨイ、花の王国の魔女シリーズからいろんなものが発売されてるぞ。え、なになに？関根涼子ちゃんが歌う主題歌時の少年の CD、 浄璃の家プロデュースのサウンドトラックアルバム、すごい。そして再び俺たちが出演する CD ドラマが全2巻。わーいわーい。はい、余計なことだけは言うなよ。あ、そうそう、 CD ドラマではOVA では聞けないジェンドの無夫婦なセリフがあったりなんか。黙ってろって言ったのが貴様。聞くなって言われると聞きたくなるんだぜ。なんだと。聞きたくなるんだぜ。まだ私だって知らないセリフが。みんなよろしくね。なんだと。